こちらも今日から事前の申し込み受付が始まりました。9月から始まるマイナポイントです。マイナンバーカードを持つ人を対象にキャッシュレス決済でポイントを還元するという制度なんですが、申し込みは簡単ではないようです。マイナポイントはマイナンバーカードを持っている人がキャッシュレス決済で買い物をしたとき、利用額の 25%、最大で5000円分がポイントとして還元される制度です。スマートフォンのアプリをダウンロードするか、パソコンで申し込みをしますが、手続きの煩雑さが大きな壁です。マイナポイント予約と、マイナポイントの申し込みの特設窓口を開設しております。マイナンバーカードの交付率がおよそ 27% と県内トップの西伊豆町です。役場と支所の合わせて4カ所に申し込みに必要な ID の設定を支援する窓口を作りました。ただ国からのマニュアルが届いたのが2日前で、事前にテストする時間がありませんでした。手探りの状態で、やっているような状況になっています。急な情報の提供がありますので非常に困っております。それでも西伊豆町ではこの機会を生かし、国のポイントに加えて町独自の仕組みでポイントを上乗せする予定です。新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ町の経済を盛り上げたい考えです。町内の循環、また、今後の景気回復、町内の事業者様の景気回復につなげればということを願っています。実際にポイントがもらえるのは9月の買い物からで、今後はコンビニなどでも申し込みができるように準備が進んでいます。